キチャンネル。ジャンプ。こんにちは。さあ今季2022年プロ野球各チームのキーマンをお伝えしておりますけども、はい、今日はですね広島とソフトバンクです、はい、広島もね3連覇あってから、ちょっとずつ低迷してきて、王座奪回したいっていうところでね、鈴木誠也も抜けてどうなるんやっていうところのキープレイヤーを今日発表したいと思います。まあ、発表って言ってね、何の発表やってるこう思ってるよっていう発表ですよね別に表彰でもなんでもないので、じゃあ広島、袴田さんは広島、ピッチャーはですね、私やっぱ栗林投手が2年目もあれだけ去年投げて、オリンピックも行ってね、オリンピックも行って、もう1年ちゃんと去年と同じように活躍できるのかなっていうところはすっごい大事だと思います。そうですね、まあそこがね、まあ社会人出身っていうところでね、どこまでの馬力があるのかっていうね、だからまあ新戦力ね、あと森浦とかも頑張ったし、まあ去年大道とか、まあそこら辺が今年もね、どこまで頑張れるかは、まあやっぱ大事だね。そうですね、ルーキーってやっぱ2年目がどうかって大事じゃないですか。じゃあ野手は、まあ、あの鈴木誠也選手いなくなるんで、こう誰が出てくるかな、そこ大事だね、埋め切れるかなっていうのが、まあ埋め、同じ活躍は無理でもね、はい、それぞれの頑張りがね、できてパカッとはまればね、うん、大きいかなっていうところありますけども、佐々木的には、ピッチャーはですね、コルニエルとフランソワス。おお、外国人投手いきますか。やっぱこの、栗林は、もう頑張ってくれるやろっていう、その前をどう持っていくかで、でなんとですね、この両選手はですね、コロナの陽性で渡航前に PCR 検査で、1月23日に発表されて、出遅れてます。はい、でしかもコルニエルは昨年50試合登板してるんですよ、しっかりリリーフでね、でその中で、まあ、防御率が 3.82 というところで、これやっぱ後ろに栗林につなげるところの両腕の、でフランソワは昨年8試合か9試合しか投げてなくて、だからそこが、ね、両方が50試合ぐらいバシッと投げれて、まあ、防御率3点前後ぐらいでハマったら、リリーフ盤石になるからね。そしたら先発の大瀬良森下、栗っていうねところが盤石になって勝ち星を挙げる中、新人の左ピッチャーね、とかあとは玉村とかっていうところがね、あとどこだ、ハマってくれたらリリーフがね強固になればいい形の投手王国作れるんちゃうかっていうところで、でもリリーフ早く開幕に間に合わせてっていう、っていうところはありますけど、まあここの2人は大事になってくるかなと。で野手はですね、小園っすね。おそのもうね、田中康介から、まあ多分まあ田中康介のね、もう一回再チャレンジでレギュラー奪いに行くだろうけど、ちょっと小園っていう流れがね、できてきてる中 で、で若手にシフトしていくショーと小園、もうきっちり頑張れっていうね、この結果を出すことによって、まあそこがね、その後の坂倉だったりとか、そのまあ若いやつが多いからね、林、小園で坂倉もそうだし、まあ宇草とかね、そういった若い選手が多いだけにしっかりやっていかなきゃいけないんだけども、この特に小園がリーダーシップ取ってどこまで頑張れるかでチーム全体の活性力って変わるんちゃうかって個人的には思ってる。おお、そうなんですね。だからそれぐらいチームを引っ張るね、だから田中菊丸って言ってたところが、まあ小園が何番になるか分かんないけども、その小園がそういう田中菊丸の中のね、こうに入ってこなきゃいけないね、っていうぐらいの活躍でチームを引っ張っていけばいい感じで、若手の台頭でチームをまた新しくね、リフレッシュで変えれるんちゃうかっていうところで、まあ小園に引っ張っても行ってもらいたいなっていうところでキーマンに挙げたっていう、ね、ああなるほど、だそういったところがね、まあうまくかみ合えば、だからここはもう一回ね、あの3連覇した時とかはね、もう田中菊丸の田中がちょっとね、今ちょっと不調になってきて、丸が移籍して、キクしかいなくて、今、キクだけになっちゃって、鈴がメジャー、まだね、ちょっとロックアウト中だから、移籍決まってないけど、もうほぼほぼいないのよ。あそこががっちり固まった時って、めちゃくちゃ強かったですもんね。それが全部いなくなって、ほぼリフレッシュしなきゃいけないから、今、チーム一新して変えていかなきゃいけない中で、その若手の中心的な小園がどこまでチームを引っ張って頑張れるかっていうところが大事になってきて、それに連なって林とかね、周りが頑張っていけば、まあ、新生カープ、若鯉たち、まあ、面白くなるんじゃないのかなっていうね、ところはありますけど、もう絶対的に森下、大瀬良、栗、ここら辺はもう確実に2桁以上勝ってね、行くためにも、まあ、リリーフも大事かなと、で続いて、ソフトバンクです、はい、B クラス、王座奪還へ向けて、どうですか、浜崎さん、
ソフトバンク難しいですね、うん、やっぱり私去年はこう、まあ、怪我人が多かったのはすごいあるじゃないですか、うん、まあ、毎年ね、はい、もう埋めきれなくなってきてるからね。そうなんですよね。だからどのぐらいの人員を今年はガッて揃えて出発できるかっていうのも大事だと思うんですけど、うん、やっぱりこう去年のこう後ろがいなかったのは痛かったので、うん、全員いなかったからね。そう、モイネロ投手森投手もいなかったんですよね、うんうんうん、なのでそこがどれだけかっちり揃えた状態で出発できるかっていうのは大事だなと思いますね。うん、森も若干ね出遅れてたけどね、はい、でまあ又吉来るからね。そう、そこは大きいですね。つもりもいいしね、はい、うん、で今田中正義がね、うん、あ、そう、何気に、うんうん、かなり本当評判だけじゃなくて実質いいからね、はい、いい形で投げてるから、うん、多分開幕ローテーション入ってくるんちゃうかなっていうところはありますけど、うん、佐々木的投手陣のキーポイントは、うん、石川修太ですね。おお、そうですか。まあ、去年もね先発してリリーフ行ったりいろいろね試行錯誤あったけども、うん、やっぱりもう10勝勝てないと、はい、今で言うともう千賀とレイは10勝できるけどどうなんやろあとみたいな感じになってるから、うん、こう石川がもうローテーションガチッと入って2桁確実になってくれば先発の安定感も出てくるし、うん、しかも延長12回あるからそういったところでは先発が長いイニング投げなきゃいけない、うん、もう石川修太もそろそろねまあ、こうガチッともう去年ずっと一軍いませんでしたっけ。いいです、6勝9敗でもリリーフもやってるからね。リリーフもやったのか途中で、うん、ちょっとだけね、はい、まあ、28試合同番で先発が25試合で、まあ、3試合だけリリーフ、うん、で6勝9敗、はい、で防御率が 3.40 っていうところで、うん、もう一回ねそっか向けて安心感出ると、はい、うん、ローテーションがねかなりゆったりになってくるんで、うん、やっぱ石川修太の頑張りっていうところは、はい、ソフトバンク王座奪還に向けては大事なんで、ね、うん、でね、野手はですね、はい、今宮ですね。おお、やっぱ最近今宮も、はい、怪我がちで、うん、ちょっと離脱してくるところのやっぱショートのバックアップがいなすぎて、はい、来たじゃないですか。ん、今年誰がガルビス、うん、ガルビスがどこで出るかだね。でも本職ショートですよね。でもセカンドっていう話もあるし、あ、そうですか、うん、あとまあサードも守れるから、うん、サードっていうところもあるけども、まあ、今宮の守備力考えたら、はい、今宮がしっかりショートでだってまだ30歳だからね、うん、そうだ、私のでちょっと下ですね、うん、今年31歳、うん、去年2割1分4厘だから、うん、で出場試合数も125試合と出てるけどもやっぱちょっと成績がね物足りないっていうところで、はい、この2019年ぐらいのね最低でも2割5分ホームラン2桁ぐらい打ってくれたら大きいじゃんね、うん、あの守備力もあるし、はい、やっぱ今宮がカチッと抜けることなく、うん、元気で頑張れるかどうかっていうのは非常に大事になってくると思うんですね。そうですね、うん、でそうすると、まあ、三森がショートセカンド入ったらサードねマッチもずっといけないってことでガルビスサードいけるじゃん。リチャード選手もちょっと去年から出てきたので、うん、でもなんか怒られてるからね、なんかもう話ちゃんと聞いてないとか何度かって言って、はい、で若干まだなんかオープン戦練習試合見てるとちょっとまだ伸び悩み感あるから そうか、うん、でそこが来れば安定的にもあるし、だから今宮のショートをもうマストに頑張っていくことによって、はい、あと計算しやすいね、うん、その打順的にもね、はいはい、っていうところで、まあ、小技もできるし、うん、打ってもできるし守備うまいっていうところは、うんうん、まあ、あのもう回がね、はい、殿堂入りしてるのよ、はい、ソフトバンクはもう回抜けたら終わりっていうのはね、うん、これ毎年言っててもつまんないから、もう回はあのベストジーニスト的に言うと殿堂入りです、はい、殿堂入り、もう抜けたら終わりの、はい、キーマンはもう間違いないけど、はい、もうここに飾られてます殿堂入りで、はい、回マストみたいなもう上げない殿堂入りしてもそうそう、もう一日上げないよと、もう海外もいなくなったら本当終わりだけど、はい、それ毎年言っててもね、うん、脳ないじゃんね。そうですね、うん、はい、でもその中でも今宮の頑張りにちょっと期待したいかなっていうね、うん、ところはやっぱ王座奪還に向けては、うん、石川修太がまあ10勝マストに頑張っていけばね、うん、千賀レイ石川で3人が2桁以上ね、はい、勝っていければまだ勝ち星も増えるだろうしね、うん、まあ、この怪我人出さないっていうところも大事だけど、やっぱそのセンターラインの怪我人はやっぱ出したくないから、はい、そういうところでは今宮がねしっかり頑張ってもらいたいなって、はい、そこがやっぱ優勝に向けては大事なんじゃないのかなっていうところです、うん、はい、わかりました、はい、あとは早くガルビスを見てみたいっていうね。見たいですね、うん、4億2000万。そうですね、うん、うん、まあ、そういったところでね、うん、2年連続さすがに B クラスはね、はい、ソフトバンクも、うん、まあ、それは避けなきゃいけないんでね、うん、孫さんも怒っちゃうんでね。あれでも B クラス予想してませんでしたっけ。うん、知ってるよ。え、再開予想ですよね。あれ、私ソフトバンク、あれ、お正月は言いました、言いました、再開予想ですよ。え、覚えてないですね、お正月は。あれ、え、確か広島も再開予想でしたよね。え、お正月は、いや、そんなことないですよ。いや、そんなことあります。皆さん、ここご確認ください。もういいです、もう見上げて、これご確認ください。
はい、袴田さんはでも、はい、最終決定はそうです、開幕前ですからね。そうです。ただ正月に広島とソフトバンクは今年再開だよって言っただけね。かもしれないよって言っただけそうなんですか。はい、そうです、はいね、どうなるのか、はい、期待したいですね。はい。